チャンネルくらいをご覧の皆さん、こんばんは。内藤陽介の世界を読むということで、今回は、内藤先生の好きな国の話。ですね。まあ、そんな好きでもない。そうですか。常にウォッチしてるんじゃないですか、俺いや、一応、それは、あの、ウクライナ落ちるとか、北朝鮮落ちるのかと。同じようなレベルで、あの、みんなウォッチしなきゃいけない国の一つじゃないですか。それって要は、ですね。北朝鮮とってことは、数軸として。枢軸として。チェックしないといけないという。まあ、あの、ウクライナ枢軸入ってない。まあ、そうですね。 はい、今日はイランですあ実は前回あのジプチの話をした時に、はい、いやイランの話はまあちょっとまた動きが出ればみたいなことでですね、はい、あのその下のでもかがわからうちにという話なんですが、はい、あの実は今あのこれ収録しているのが3月の8日なんですけども、うんあのー、IAEA、e、の理事会がやってまして、はい、でそれであのイラン問題というのは話題にもなってるんで、はい、えちょっとまあ一回、あのー、まあ 断片的にあのイランの話の中で核,合意の話なんかも核の話なんかもしてたんですがちょっと一回最近の流れを整理しておいてもいいかなというふうなことで持ってきたんですね。うん、でまずですねあのそもそもの出発点として、はい、オバマ時代の2015年の7月にイランが核合意をしましたと、はい、でその中身がこれがあのイランがウランの主活動を大幅に縮小するとそれと同時に、うん IAEA の厳密な査察も、はい、IAEA よりもはるかにハードルの高い査察を受け入れると、うん、その代わり、うん、国連の安保理とドイツを加えた P5 プラス1が、はい、1> あのイランの,そのまあ核,開に核開発に関連した制裁は解除すると。はいうん これだからあれですよね。今のバイデン政権のブリンケン国務長官とか <えっ S 2> サリバン国家安全保障担当副官とかはこれに関わってたわけですよね。で,でブリンケンとか、はい、あのサリバンがこれやってて、はい、でそれでこれを結果にが二千十五年の十一月にはイラン産原油の禁止措置が解除されたということなんですね。でこれがあの二千十八年にトランプが核を離脱をしたとでトランプ自体はあの二千十六年のその選挙の時から実はこれは あの核兵器がこれ期限付きじゃないかと、そ、はい、からもう一つは弾道ミサイルの開発を制限してないと、まあ結局、だから全然ダメだめだあんだけど、ね、ザルだと、はい、ザルだからこんなもんはそのやる必要ないんだと言って、公約、はい、に掲げて当選をしたと。はいはい、でその結果2000 16年の選挙当選して17年からトランプ政権始まりましたけども、うんはい、18年の5月にはトランプ政権が核合意を離脱したと、はいはい、離脱しただけでなくてそこで原油輸出再開の根拠になっていた、うん、あの制裁解除といったものこれも制裁も再開しますよというのが、はい、あの18年11月と、うん、でこれ以降あのいわゆるそのじゃ核合意再開するのしないのというのはずっと現在に至るまで、はいまあ、揉めているというのが基本的な、うん、あの前提なんですね。はい まあ、テロリストの支援もししてるそれ言ったらずっと前からしてるんですけど、ねはい、あのオバマの時だってやめたわけではなかったんですけども、はい、かそれもあってトランプ側の本音としてはイランを経済的に締め上げれば、うん、結果的にあの体制が崩壊するところまでいかなくても、うん、あの決してこれはあのもう脅威をそぐことができるよねと。 だからしばしば誤解されているように、うん、あのトランプ真サウジで、あのー、サウジの敵だからイランを痛めつけたというよりも、うん、まあそれはとにかくそのイラン自体を痛めつけることが大事だよねと、うん、でサウジはその,でその後サウジが割と好きだったことばっかりやったんでもういい加減にしてよと言ってサウジ離れがまあアメリカの方がトランプ政権の末期からも始まって今にまあ続いていると、うんうん、いうことなんですが。 でこれでですねこれは2020 1 8年ですこれは2 0年になってくるとそうなってくるとですねあのイランの側もやはりこれは経済的な締め付けがきつくなってくるので、うん、ここからまた猛烈なインフレなんかが始まるわけです、はいで。それでじゃあイランの側はあのどういうふうにしたかというと結局あの対抗措置としてですねやっぱりアメリカに対するカウンターになるのは中国だろうということで。うん 2020年にです、ね、イラン、中国であの協定を結ぶんですよね、はい、大掛かりな協定を結ぶと。はい、で実はこの協定自体はあの2016年、うん、あの核合意が生きてた時代にすでに。 あの中国とのです、ね、包括的戦略パートナーシップを結ぶという方針はもう決めてるんです。うん、でここでイランと中国で共同声明を出していて20項目あってこれかなり広いことをやって,て、はいてそれでまああの政治とか行政司法、うん、安全保障防衛それから人的文化的な交流を含めて一帯一路推進すると、はい、それからアジアインフラ投資銀行での協力と。 でからまあ核合意をそのまああの進めてそのまあ経済再建をするということについても中国も協力するというふうなですね、はい、それを含めていたのをこれをそのさらに進アメリカでこれだとだから核合意とこれを合わせてイランはなんとか国際的に復帰しようということをやっていたわけですでこれがあの前のロウハニ政権の時代のまあ基本的な方針でうまくいくと思っていたのがこれがまあトランプにひっくり返されちゃったでそこでイランとしてはこの中国の,あのチャンネルをこう生かさざるを得なくなって 2020年に25年間で4000億ドルをその投資するという、まあはい、大掛かりなその、まあ、あの協定を結ぶわけです。4000億ドルっていうことは今の金額でいうと 50, 50兆円ぐらいですね,ですね当時のレートで43兆円って言われましたから今だとまあ50兆円超える規模になってしまうと一番円安の時だと60兆円に、はいはい、<laughs> なるというですねその規模ですよ。はい で実際この時に日本の国予そうだからか、はい、まあ25年後ですけどねああ、まあ、そでそれで、ね、まあ,あの中国はあのイ,イランを一帯一路にもこれ完全に一致付けちゃうと、うん、でそれで軍事訓練兵器開発上級なんかもするというふうなことで、うん、でそのイラン産の石油安価でまあ逆に中国に流す代わりに、うん、例えばあのイランの,そのペルシャ湾の沖のですねキイシという島をそのまああの拠点として中国にリースするというようなこともやったわけです。はいうん であのこれを見ていてバイデン氏はどう考えたかというと基本的にあのバイデン政権が発足した時というのはやっぱりこれで中国がイランにその影響力をそのまあ拡大するにはこれば望ましくないはいではい、当然ですからあの核合意の復活ということをまあ目指すわけですね。うん だ逆に言うとバイデン政権2020年の選挙でバイデンが有利になったとそうするとおそらくこれは当然バイデン政権というのはイランと手打ちして格好いするだろうということで当時はそう思ったわけです、はい、でだから逆に言うとバイデンが優先になったと踏んだ時点で UAE だとかあの辺の国々がなだれを打ってあのイスラエルとの国交正常化というのをやったとう、はい、いうところが前にお話をした通りです。うん で実際に21年にバイデン政権が発足をしたと、うん、イランでもあの政権交代がこの年ありまして今の,その,あの大統領のラインシーがです、ねはい、この人が7月の大統領選挙でまあ当選をしたと、はい、で先ほども言いましたけどもロハニーという人があのいわゆる核合意をして対米協調路線をやったんだけど結局トランプにひっくり返されちゃったよねと、はい、で実はあの今のイランの最高指導者のハメネイという人は、はい、この人はイラン・イラク戦争の時の大統領だった人です。うん でこの人の下で外相のあのベラエティアリアクバルベラエティという人がいるんですが、はい、このベラエティという人が当時はその、まあ、イラン革命のイスラム革命の直後だったんで、はい、あの世界的なイラン包囲網というのは強かったと。うん そのためにイラン・イラク戦争でイラク戦争完全あれはイラク側がかなり無理筋でイランに攻め込んだ戦争なんですけれどもこれは結局イラクが侵略だということは言われなくてでみんなイランを潰したいからアメリカもソ連も寄って戦ってイラクを支援したとこれに対してアメリカと裏で妥協してですねなんとか風の開けたいというのはベラエティがやったハメーネーベラエティコンビでやった積極外交と言われてことやったわけです。 でこれは実際に例えばレバノンのヒズボラなんかに、あのー、アメリカ人の人質が囚らわれたと、うんはい、いうことをイランがヒズボラのスポンサーですから口利きをして解放させたりなんかしたわけですね。うん、でその代わりにアメリカはイランに一応金融となってるんだけどもそのイラクと戦うための武器を売ると、はい、でこれはその脅威じゃなくて武器を売ったと、うん、そうするとそのお金が当然アメリカ側に入ってくるんだけども、はい、そんなものはその取っておけないんでどうしたかというとニカラグアの反政府ゲリラの まあ、左翼政権に対する反政府ゲリのコントラにですね、うん、あのお金を流していたとそれがまあただ最終的にバレちゃって、はい、イランコントラゲート事件という形で、はい、あの大騒動になったわけですけれども、はい、実はその時にその騒動がバレたというのは実はこれはイランの国内のそういったあの ハメネイ・ヴェラエティ路線、まあ、こういう対外穏健路線に対する反発で,です、ねうん、保守強硬派の側が、まあ、リークしたというのは発端なんですが、はい、この時に言ってみればばれた瞬間にです、ね、アメリカはイランなんて知らないと、はい、俺たちはやってないってって、イランは見捨てたわけですよ、はい、少なくともそのイラン側の認識では。はい、でこれで結局、うまくいってたのが、アメリカに裏切られたというトラウマがハメネイあるんですね。うんまあ、何度も要は条件付けされちゃってるっててることですでもも はい、でそれで今回もトランプの核合意離脱ということがあるんで、うん、結局、ライシーが政権取った後にこれは核合意はやらなきゃいけないんだけれども、うん、これはまた裏切られたらかなわんよねという不信感がある、うん、ただ、最終的にこれはバイデンはそのやっぱりあの核合意をもう一回復活させたいと。はい、イラン側も経済再建のためには、うん あの格好に復帰せざるを得ないでもちろんこれは原油高という環境がありますから、はい、あの EU だとか中国だとかもこれは何とか手打ちしてよという形なんですがただ逆にみんな目標が一緒なだけにあとは条件闘争でみんな固まって動かない状況がずっと続いたわけですでところがそこに去年3月にウクライナ事変が勃発をしてしまったと、はい、でそ,のその時にどうなってたかというと結局ロシアがイランにまあ接近をし始めたわけですね。 でロシアが接近をし始めたというのはあのイランというのはこれはあの軍事技術の面でもそれなりにあのライセンス生産なんかやってる国ですからイラン最近ドローン送ってますよねだからドローンなんかも、はい、あの作る技術なんですねドローンだったりミサイルの,初歩的なあの基本的なものなんかはこれイラン十分国産できる技術があるわけです。はい ですからあのロシアがその国産の武器が足りなくなればイランから武器を供給すると、うん、でイランも核合意が破棄された後やっぱり経済に締め付けられてますから、うん、ロシアからであればあってもそのお金がその入っていればこれはあの非常に、まあ、好都合というふうなことがありまして、うん、でそこでまあ両者の、まあ、言ってみればその嫌われ者ぼっち同士と言いますから、うん、国際社会からハブにされているもの士でまでくっついたわけですよ利害が。はい、でその時にあの例えばイラン側がですね、うん あの副大統領のですねモフベル第一副大統領のモフベルという人がいるんですがこのモフベルという人がこの人がハメネイの金庫番で,で,で,で実はあの最高指導者命令実施機関というこのホメネイの時代に作られた機関があってもともとはこれはあの王政時代の人たちの財産を没収して当時イラン・イラク戦争をやってましたからその前犠牲者だとか革命の孤児たちの。 個人未亡人の,その福祉にするという、はい、施設だったんですがこれはあのホメにがなくなったあと濱家がこれをその非常にあの資金の運用なんかうまくやってかなり巨大なコングロマリット作っちゃったと、うんはい、それが金庫番になったのがあのモフベルという人なんですが、はい、このモフベルがロシアに行ってあの武器取引を、まあ、まとめて帰ってくると、うん、じゃあ最側近の人がいっったてことですよね最金庫番がいたんですね、はいはい、であのライシーという人はどちらかというとこれはあのこの人はその宗教的性あの法,が法律的なその、まあ、あの検事総長の人ですから、うん、あのいわゆる金勘定には悲しい もし詳くない大統領ですね,ですよねでこの人が一応そのまああのー、ハメネイの後継者、はい、筆頭というふうに、まあ、今見られている人ですが、はいあのー、そういう形であのロシアへの接近を始めたとで実際あのー、イラン産の,そのイラン製の,そのドローンなんかがロシアの,その、まあ、ウクライナの戦線で、まあ、使われているというようなことがあると、うん、でそうなってくると、あのー、結局、あのー、核合意っていったものがあの両睨みで動かない中であの、はい、イランがあのー ロシアにをするっていうこととになったと、うん、でこれどうしてもやっぱり西側は剥ぎ取りたいということをやってるんですが、はい、その中で結局、あのーまあ、イランの,そのアメリカに対する不信感ということもあるんですが交渉がまとまらないところで、うん、これは昨年11月の,あの中間選挙の時にバイデンの失言というのがあったわけですね。うんうん つまりも核合意は死んでると実際にそれが私文化されていたとしてもそれは渉は続けますというふうに立場で言わなきゃいけないところを核合意も死んじゃったというふうなことこれはオフレコの場とは言っても行ってしまったとこれが死死んんででた可可能能性性ががああるるなおかつ実はその時にイランのカウンターとしてアメリカがある程度支援を。 してきたミステてたとはいっても、まあ、完全にその敵対するわけでいかなかったサウジはどうなるかというと、はい、サウジはサウジで完全にバイデンの,そのまあ足元を見ていてですね、うん、あの減のの産に踏み切っちゃったとつまり増産することでその石油の値段を下げて、うん、ロシアの,その資金源をその弱体化させようというそれを7月から根回しをしていたのに、はい、10月にそれを全部蹴飛ばして自分の金儲けしたいから減産をしちゃって要はもうバイデンがコントロールできないよねと。うん まあサウジにしてもまあバイデン政権嫌いですもんね基本嫌いだし別にバイデンに付き合ってなんかメリットあるのとそういうことになると逆にそあのそうイランから見るとまあバイデンがサウジと組んでなんかその仕掛けてくるという余裕は今ないよねというまあそういうそのまああの情勢分析当然なったと思うんですねでそこでまあロシアとまあ接近をするというのがここからあの非常にまああの強くなっていったということになるわけですで実際そのロシアとそのまあ強くなってあの結びつきが強くなってい 例えば武器なんかをそのイランから流れるというようなことになりますと、うん、当然あのロシアのウクライナに対するウクライナ侵攻については、うん、これはの国際社会のが少なくとも西側世界はこれを認めないという姿勢を取ってますから、うん、あんまりやるとやっぱり核合意とか復帰しづらいしあの経済的な、うん、あの締め付けとも出てくるんですが、はい、ただ逆にこれ考えるようによってはですね、うん、あの核,核を放棄するから経済的なその再建をというふうな。うん そういうバーターであるならばですね、どうせ経済的に再建無理だったら各、はい、やっちゃえいいじゃんと。えまあそうなりますよね。そういうその発想にこれ転換するのはこれ当然の流れなわけですね。はいはい、でそこであのまあ実際にその各 武装に踏み切るかどうかはともかく、うん、少なくともそのチキンレースをやっているそのチキンレースのアクセルを踏むここに行くことは間違いない、はい、で、うん、実はこれはあの北朝鮮がやっぱり去年の11月以降ですね、うん、あのかなりやっぱりあの強硬的な対外的に強硬な姿勢を示しているっていうのも、はい、これもやっぱりバイデンが少なくとも今何もできないよねと、はい、だからチキンレースをやるんだったらもうちょっと踏み込んでもまだ崖は落ちないよねと多分そういう見立てだと私は理解してるんですが。うん でそこで,です、ね、結局やっちゃえばいいとでその時にパートナーというロシアってのはロシア核持ってますから核技術も持っていると、はいうん、弾道ミサイルの,その技術も持っていると、はい、そうするとそれをそのバーターでもらっちゃえばいいよねとで、うん、なおかつ武器もも買ってもらえるしと、はいまあ、ロシアも困ってるから出しちゃいますよねまあそれで売るものがなければ売るわけですよね。で,、うん、で言ってみればそれは実際元でいらない知識ですから、はいですね、元でいいらないただで売れるわけですよ。はい でそういった中で、あのー、サウジはサウジでこのイランが核武装するならということで中国に接近して、うん、動きがきな臭くなっていると、はい、いうことはこれはまあ以前、ここでもお話をした通りなんですでそれで、ね、実はその去年のそういうわけでこれぐらいからですね、はい、あのイランのやっぱり核開発が非常にちょっとペースが上がってきたよねということは以前にもちょっとお話をしたと思うんですね。うん、で12月4日に あのー、このイランが新しくその、まあ、あの原発を南西部でのカールン原発というのを稼働させたと、はい、でこれが、あのー、イラクとの国境の、まあ、に近いところにあったと。うん それ、それから、あの、まあ、実はもともとイランに、あの、ロス、イランの原発は、この二千十一年に創業したですね。ブシェルという、あの、港町がありますけれども。はい、これ、あの、ロシアの支援を受けて、うん、あの、オープンした原発だということなんで。核開発ということは、ロシアとの、やっぱり関係を密接にすると、いうのは、うん、イランにとって、やっぱメリットがあると言いますか。はい、あの、当然、イランはそちらになるだろうと。うん、で、さらにですね、あの、この新しい、あの、カールン原発のですね。はい、あの、着手と着工と、同、あ、同時期にですね。実は、あの。 フォルドというその地下核施設があるんですが、はい、ここでですね、60%の濃縮ウランの生産を開始したというのがこれがあの発表されてるんですね。うん、で、実はあの核合意ではあのこれはあの核開発につな平あの核のその軍事利用につながらないようにということで濃縮度がですねあの3.75%に制限されてるんですよ。ん60%は。 だから全然 <laughs>、はい、全然楽勝で上回ってるわけですよ。はいはい、要するに4%超えちゃダメよっていうのが、あのー4%超えちゃダメよどころかもう60%を納縮しちゃったと。はいはい あのそういういことをやるわけですね、はい、でこの時期は去年の暮れにはあのサウジ側の中国なんかへ行きまして、はい、でそして、まあ、あの中国との,その、まあ、関係を強化するというようなことをやってますけれども、うん、その時にあの中国側のこれも中国側の出現ですが、はい、あのイランと UAE というのは,これはペルシャ湾の島を巡ってあの領域権があると揉めてます、ね、揉めてるというのがあるのを、はい、これをその領域権はあの話し合いで決めりゃいいじゃないかみたいなことを言っちゃってですねイランがまあ大激怒するわけです。はい、で 中国にしてみれば、まあ、もちろんそのサウジもイランもです、ね、いわゆる反米同盟といいますか、うん、非米同盟といいますか、はい、あのそれを作る上であで重要な国なので両方仲良くしたいことは事実なんですが、うん、ただ、やっぱりサウジというのはちょっっとやっぱりあんまりまだどちらかというとその関係がそれほど深いわけではありませんから、はい、あの信用という意味ではやっぱりイランの方がまあそうですあの玉が大ききいでで付き合っっててくれたのに話すしかもなおかつ <laughs> あのイランというのはあの反米の人たちを引き寄せる強烈なあの権力がありますから。はいええええ そうすると例えばブリックスにしても何にしても、はい、アメリカ以外、はい、ノットアメリカノットウエスタンというふうな形でいったときに、はい、あのサウジというのはどっちかというとこれはあのイスラム原主義者なんかに言せるとアメリカの犬ですからね <laughs> イメージとしては実態はともかく親、はい、米派と見られてる人たちですから親、はいまあ、米派ですよね基本そもそもそう見られても仕方がない人たちですから。はいはい あのそうするとやっぱりイランがやっぱり敵対するの困るということで,です、ねうん、実はです、ね、サウジ側、あのーまあ、ムハンマド皇太子が行って会談をしてあのそういうです、ね、島の問題なんかについていた後に、まあにイランの外務省があの中国大使を呼びつけて叱り飛ばすんですけれども、はい、あのすぐです、ね、その9日の,そのアラブサミットそれが出ると、はい、12日には古春華がテヘランに行ってるんですよ、はいるんですね、うん でイランとの関係発展の意思は不変であると、うん、からイランの国家主権と領土線は尊重すると、うん、そから25年間の,その,、まああの協定もこれもまあきちんとやりますと、はい、いうようなことをまあ言うわけです。うん でそれで、ですねとにかくイランとの関係をその、まあ、あの中国にしてみればあのいわゆるその実利という点ではこれ確かにサウジのほ、まあが大きいというん、ことは大きいんですがただ、やはりそのイランの,その反米の人たちに持っているインパクトとかそれっってやっぱりイランとはなかなかあの関係が切れないそして、これになってきますとあのロシアへの,そのドローンの輸出といったものもこれもその盛んにさらにそのペースアップしていくという、うんはい、ようなことが問題になってくるわけですね。 でそういった中でですね、あの実は年明けにですね、あの1月の28日なんですけれどもあのイスバハンエスバハンというですね、イランのことがありますけれども、はい、このエスバハン州にですね、軍事工場があると、はい、でこれがですね、あの弾道ミサイルの拠点ではないかと言われたんですが、うん、実はここがですね、イスラエルのものと思われる小型無人機3機にですね、攻撃をされているという事件があったんです、ね。はい でこれだけだと、まあ、よくある話がという話なんですが、まあ、よくあるって言ってもイス,イスラエルやっぱすすごいよは単なるイスラエルの嫌がらせだと思ってたんですが、はい、実は結構、これ2月になってからですねあのおいおいちょっと待ってという話が出てきたんですね、はい、でどういうことかというとあの国家安全保障会議の広報調整官の,あのカービーがいますけれども彼がですね、まあ、あの2月にもう今年の年が明けてから、うん、あのイランとの核行為の,その再建交渉も安心に乗り上げていると。はい だからもう交渉はですねこれ集中してない、うん、政府は集中するんで要は最初のうちバイデンが交渉は死んでると言った時にはみんな、はい、いやそうは言ってもいずれ真面目にやるんだと<ー>今、あのイランの国内の人権問題もあってちょっと止まってるだけだと言ったのを、うんはい、カービー自身がもうさじ投げたということを認めちゃったわけです。はいはい、でですねもはや交渉は重視してないと、うん、でさらにですねこれはあの匿名なんですけれども結局、もう交渉はもう無理なんで、うんはい、どうやって核計画を阻止できるかもうそれに、うん、あのー 勢力を注いでるというふうなそういった発言が漏れてきちゃうんですね。はいはい、でそれと連動してですね、あのイスラエル中の中米あのイスラエル駐在のアメリカ大使のです、ね、ナイズがですね、あのこんなこと言い出すんですよ。うん、イスラエルはイランに対処するために必要なことは何でも行うべきだし、アメリカはそれを援護すると。うん、でこれがですね結局あのこういう文脈で言われちゃうもんですから、イスラエルがイランを攻撃してもこれアメリカ容認するのと。うん、いうふうにですね、あのまあ。 ブリンケンはですね、それは、まあおしんを与えたわけじゃなくて一応、外交的な解決を信じているとなんとかうやむや言ってるんですがただ、アメリカとしてもイランが核開発である程度の危険水域を超えたよねといくつかの最終的に核武装するまでのポイントがあるにしてもちょっと一つ段階を超えたよねという認識であってそれを止めなきゃいけないというふうなことを認識するということはこれ明らかにあったと。 でその中でまあ2月に入りましてあの習近平とライシ師がまあ北京訪問して会談をするんですけれども、はい、でこの時には結局、あのーまあ、イランとの一帯一路にイランが完全にその加わるということをまあ歌うわけですよね。うんはい で実際そあの、こうなってきた背景には2023年になって今お、申し上げた通りありイランに対するその、まあ、西側の締め付けが実際激しくなっている厳しくなってる、はいる EU があの革命防衛隊をテロ組織として正式に認定しましたしそ,、ねはい、それからまああの2月3日には、ね、IAEA の,のイランの核開発状況の通知義務違反ということを、うん、これアメリカ、イギリス、ドイツが非難すると。はい でそうなってきますとやっぱりその西側から締め上げられるともちろんロシアとも付き合うんですがロシアはお金持ってませんから、はい、やっぱりお金持ってるアンチ西側の人たちというとやっぱチャイナがトップになりますから、うん、チャイナとの関係をイランは強調するとでそこで習近平と会って一帯一路構想に参加をしますと、うん、あのこれ正式にその、まあ、あの参加をする。で実際にににこれまでにも一一、ね、路に、あのーうん 参加をすると参加をしてその参加をまあ今後あのより進化させるということなんですがあのー、実績はあるわけです。で、うん、例えばあのこれ去年なんですけれども去年の暮れなんですけれどもあのイランのナンにバルチスタン州とかってチャバハールという港があるんですね。はい、でここをですねあのー、こことですね中国とのあの船舶の直行便が就航してます。はい。 でこのチャーバールというのはあのこれ自体の名前があの日本ではなじみがないところかもしれないんですが実はインド洋に直接でき、ま、出られますんでペルシャ湾から、うん、あのそうするとですねここを通じてイランを通ってそこからイランの北側に抜けるとカスピ海であのアゼルバイジャンに抜けると、うん、そうするとアゼルバイジャンから入ってしまえばもう隣はロシアですから、うん、そうするとインド洋からイラン、アゼルバイジャンロシアルートというこのルートが実は、うん、もうすでに去年の暮れから動き始めていると。はい でさらにその、まああのー、一帯一路の関係で言えばそのあのユーラシア経済連合ともです、ね、今年1月に入った年明けにはですね自由貿易に関する応援に調印していると、うん、でイランの戦略としてはあのー、もうとにかく核合意であの経済復帰をするということがこれは実質的に少なくとも当題難しいバイデン政権の間はまあ難しいということなんで、うんはい、だとすれば、まあ、ロシアもいろいろ核技術をもらうにしても、うん、最終的な長期的なですね あの戦略としてはどうするかというとです、ね、結局、一対一にまるまる乗っちゃおうと、うん、で乗っちゃうだけじゃなくてイランがです、ね、結局、中央アジアとカスピ海それからインド洋を結ぶ言ってみればこの地,地域の自分たちがハブになるんだとちょうど真ん中にありますちょうど真ん中にあって、はい、でそしてまあ,ある程度その国内のインフラもあるんで、はいはい、ハブになるんでこれで日米連盟で日米連盟という形で言えば去年の10月にあの。 ルラが大統領になりましたけども、はい、あのルーラ自体もブリックスをもう一回あの機能させるんだみたいなことを言ってるわけですが、はい、で実はあれ以降ですねブリックス自体は,あのこれは特にブリックス同盟とか,なんかそういう条約があるわけではないんですが、うん、ただそのブリックスを復活させるんだという動きがです、ね、実はロシアが入っていることで腰が引けていたところでなんかその成果が取っ払われちゃって、はい、あのこのブリックスにサウジが入りたいと言い出したり、うん、でイランもこのブリックスに自分たちも入りたいというふうな。 ブリックスのような形でそのまあ入りたいというようなことを言い出してますんでその時にイランがまあこのハ,ブになるハブになるという意思を示していて実際そうなるる可能性があるわけですね、はい、でそこでその2月の,その,まああの20日になってそれで、ね、そういったその背景があったところにいよいよ2月の20日になって、うん、あの。

でもうすぐでそこまで出てで、はい、実はこの時にはあのイラン側はいやこれはたまたまそうなっちゃったので技術的なミスですとかって言ってるんですけども、はい、あのこれは嘘つけって言ったのは本当に嘘つけっていうのが実は去年の11月にです、ねはい、イラン側がです、ね、このファルドの地下核施設で濃縮、うん、ウランを製,製,造製造できるよと。 はい、計画としてはあるのよということをほのめかしていたという、うん、あの前科がこれがばれましてですね、はい、やっぱりこれはあの技術的にあ偶然、具圧的にこたまたまなったというのはこ無理があるだろうというふうなことなんですねでこれさすがに90%超えると確かにこれいつでも核武装できちゃうんで、はい、これはやばいよねというのがあのこの2月中から3月にかけての動きなんです。うんはい で実際、3月2日にはです、ねあのー、国防総省の,あの政策担当のカール次官がです、ね、あの核開発について2018年に核合意をその破棄した段階では、うん、今からイランが核武装をそのまま進んだ時にも約1年かかるだろうと。はい、でところが今、この時点では 83.7%84% まで来ちゃった時点なのでもしかしたら12日間で 核爆弾1個分の,あの核分裂性物質をその製造できるんじゃないかと、はい、で実際するかどうかともかくその能力があるよねとこれやばいよねということが3月に入ると問題になり始めたんです、うん、でそこで3月6日から IAEA、e、の理事会が始まるんでその前に3日4日に IAEA、e、の事務局長のグロッシーがテヘランに行くと、うん、でそこでテヘランでは一応その IAEA、e っていうかまあ、要するに欧州側ですよね、はい、欧州側はこれはイランと対して別にそのアメリカのような形の敵対関係ではありませんから、うん、テロをやめろということと一応核を守ってくれてればちゃんと石油をもう一回売りに出してねというあのそれが基本的には、うん、あの欧州側の,その立場ですから、うん、なんとかイランをなだめたいわけですよ。うん、でそこででグロッシュは提案にてですね いやこのそういったあの危険な核は生産も蓄積もされていないことが確認されましたと <laughs> いうふうなことってイランの言う通りですみたいなことを言って、はい、帰ってきちゃうとで実際あの、イランは、ね、あのこれから核合意のとおり、ね、もう一回その核戦争に設置されたあの後にカメラをイラン撤去したけれども去年これをもう一回ですべ、ね、ての場所に置くことに合意してくれてますよと。 うん、でほぼ一日おきに査サ察サが入るというようなことでもねこれはもうイランと合意をしましたみたいなことを先走って言っちゃうんですが実はこれがですね、はい、あのグロッシーのスタンドブレーで <laughs> 違ってたと、はい、少なくともイラン側はそんなこと言ってないよと、うん、あの少なくともそれは表には出さないということを、まあ、グロッシが言っちゃったもんですから、はい、これはあの、まあ、イランの協力は今後の協議次第。 とと、うん、という,ふうに、まあ、ちょっと修正してると、うん、ただ今後の協議次第でイランとの協力を得るためには今後の協議が必要だと言ってるということはこれはやはりアメリカ側なんかにもちょっと譲歩しなさいよというのがこれがまあ,、うん、あのそういった願意があるわけですね。で実際そういった中であのイランがあのやっぱり石油を出させたいというのと同時に、うん、ロシアに対する武器の供給源になるということもこれはやっぱりヨーロッパはこれやめさせたいので。はいうんうん あのそういうふうな形でイランをとにかくなだ、まあ、めようとしてるわけですが逆にそれを分かってるもんですからその3月の4日にはプーチンがですね来週に電話をかけてくるんですね。うん、でそれで、ね、共同のインフラ計画を含む両国の協力についてはあのこれはです、ね、あの非常に実績を上げているということを、うんまあ、これはあのモスクワでその、まあ、クレムリンがその発表するという,ようなことをやってますんで。うん あの結構そういう意味ではイラン追い詰められてはいますしあのとりあえず行けるところまでチキンレースで核開発をやっちゃおうと、はい、でそれもとにかくさせちゃいかんよねということであのイスラエルは攻撃ができる体制を整えているんだけれども、うん、アメリカの側は果たしてどこまであの、うん、踏ん切りができるかとるで実際にはアメリカは今国内状況でかなり難しいところにもなっている。うんうん とは思いいますし王子の側もなかななかかできない、うん、でそうなってくるとあのちょっと、まあ、あのなかなかイランはしたたかだしあの中国がやっぱりここで,です、ね、あのどういうふうに、まあ、出てくるか中国に関してはこの中川先生いわくそのあえて渦中の国を拾うようなことは当然したくないわけですが、うん、ただイランなりサウジなりが抱ききついてきちゃうこれイスラエル止められないですよね。 この,このは止められないですね、うん、だからあ,のあえて止めるとしたらその工場を個別にピンポイントで爆破するということぐらいしかできないですね。うんうん、つまり、まあ、台湾海峡よりこっちのほうが現状でいくと,現状でいくと結イランが本当に核開発をどこまでやるのかと。はいうん でただあの実際のところあの実際にその核武装する核実験するというところまでは能力があるということでやるということ、うん、これはあのイラン側が盛んにそういう言い方をしているんですが、うん、あのそこはそのイコールではないので、うん、多分、おそらく次の段階に行くときに何らかのやっぱりこシグナルなりアクションなりがあると思うので、うん、そのまま見てどう対応するかと、うん、ただ、まあ、あのこのまま放っておくとあの下手をすると本当にその持っちゃうような。 うん、そうするとそのまあ核の拡散ということで言えば、ね、サ,ウサウジは当然その持つという、はい、いや持つ気満々ですから中国からあの弾道ミサイルなんか技術を入れるということをやってますから、うん、そうするとやっぱりこれはあの核管理の問題でですね特にあのこれはあのイランとイスラエルというのは、まあ、イスラエルはまあ基本的には民主国家ですけども、はい、イランもまあ,あの国ではあるけれども、うん、一応、選挙があって。うん 彼らの枠の中では政権交代ができる、はい、<laughs> という国ですけれども、ええ、サウジはそのムハンマド皇太子君の,です、ね、あの完全に一存で決まっちゃう国ですから、うん、やっぱりその辺ではがいな反応って怖いわけですよ、うん、これってだって、まあ、サウジもそうですけど、まあ、ちょっとトルコを。 どうかっていうのはありますけど、周辺国に広がりますよね、普通にね。で、しかもそれがあの管理がちゃんとできなければ、はいうん、グズグズ管理であれば、はい、やっぱりその周辺に周辺国にその当然そのまああの漏れていっちゃう。うん、で、それがさらに持っといっちゃうと、その周辺国に漏れるだけならともかくですね、これがアフガンなんかの中に入っちゃったりですね。はい、誰が持つかわかんないよね。物騒で危なっかしくてしょうがない、ねえー、ただまああれですよね。基本的にはもうここまで来ちゃったら止めようはないですよね。 ですからあと、の、は、ー、スピードの問題で、うんあのー、2025年の1月のところまでにど,、はい、どこまでそれが、あのー、実際に進むかですよね。うん、という意味でいくと、まあ、かなり緊張が高まっていくあの実際今かなり緊張が高まっていウクライナのドンパチも大変ですけれども、はいええ、結構イランの情勢は緊張でさらにイランの場合は、うん、あの不安要因とす。国内の。 例、うん、のうデモの混乱というものが非常に続いていますので、はい、これがちょっと二点三点するとですね、うん、イラン政府がいろんな意味でコントロールが効かなくなる可能性が出てくるとちょっと、はい、あの暴走しかねないというそういう恐れもあると思いますね。はい、はいえー、ということで、えー、本日はですね内藤先生に、えー、このイランの核合意をめぐる、まあ、最初に結ばれた時から現在に至るまでので、ね、ちょっと長くお話をしていただきました。まあ、あのー ね、ウクライナの方ばっかりであるとか台湾海峡の話であるとかっていうことに我々は銘奪われがちですけれどもやっぱりこのイランであるとかサウジであるとかってとか常に火薬庫であるので石油があるだけに <laughs> そうすぐ燃え広がっちゃうみたいな <laughs> 話だと思うんですけど <laughs>、まあ、あのこちらの方も注目していくことによって、まあ、国際情勢というのは見極めていかなきゃいけないですね。ということで、えー、本日もありがとうございました。はい 日本には近代政党が必要だ近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今、直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですか。チャイナがが欲しがるような資源を 中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため